はい、どうも桃の花です。今日は旦那さんの部屋から撮影しております。っていうのも息子がまだ大学の夏休み中で、いつもね撮影している部屋は息子の部屋の近くなのでね、歌が聞こえるのにはちょっとそんなに抵抗はないんですけど、しゃべくりがね聞こえるとなんか妙に恥ずかしいということで場所を変えて撮影してます。で、座椅子があったので座ってみたんですけど、なんか腰が痛いです、ね、はい、よいしょ。で、今日は9月21日ということで山下さんの誕生日なんですね。ね、山下さん、山下明彦さん、皆さんご存知でしょうか。ね、いつもね素敵なオリジナルソングを歌われる方で、実は去年の私の46歳の誕生日に桃太郎の替え歌で桃花さんという曲を送ってくれています。まずちらっとそちらをご覧ください。どうぞ。桃花さん、桃花さん、素敵な歌声聞かせてよ、癒してくれるその声を、踊ってる踊ってる、娘と一緒に踊ってる、みんなを笑顔にしてくれる、楽しいな楽しいな、桃花さんは楽しいな、よそじを過ぎても楽しいな。もうなんかツッコミどころ満載の歌なんですけども、またリンク貼っておきますので、フルバージョンでお聞きになりたい方はリンクの方からよろしくお願いします。ってことで、ね、山下さんには曲を送っていただいたので、私も何か山下さんに曲を送ろうかな、どうしようかなって思ってね、今日はこれでじゃーんって三味線なんですけどね、この4月の私のしゃべくり動画を見た方はこの三味線も、どうして三味線が家にあるのかとかもご存知かと思いますが、父の形見です。で4月の8日が父の命日で、来年のね4月8日には三味線で何か一曲弾きたいな、弾き語りしたいなって言ったままもう半年が経っていて、実はまだ三味線の修理出せてませんね、うち貧乏家なんで、お金がねどうしてもなんかその修理代、修理代なんて知れてるやんと思うかもしれないけどね、ちょっと息子のね大学の費用を先にちょっと工面しないといけないで、この後回しになっちゃってます。ってことでまだ修理を出せてないので、この蓋を外したら音が鳴らないということで、蓋をしたままこんな感じで音を、ね、鳴らせるので、一応これで今日はやりたいんですけど、まあ弾けません、ね、持ってるだけで弾けないですね。で、蓋をしているので、ここはもう全然音が鳴らないということで、この辺で弾かないと音が出ないということで、バチを使うのもちょっとバチだととても弾きにくいということで、指弾きっていうか弾けないから、指なんだろう指弾きなよくわかんないけどってことでやりたいと思いますね。山下さんね、山下さんの曲を作ろうって思ったけど、まあなんかちゃんとした曲になってないかもしれないっていうか、即興でやる感じなんで、ね、実はまだあんまり考えてないというねぶっつけ本番でいきたいと思います。山下さんの
歌い方をちょっと真似できるかな。ああできるかな。ああで、まあ、こんな感じでやってみたいと思います。ではいきます。山下さんに送る歌、山下さん、山下さん、私のイメージ山下さん。独特の歌声で感じるままに歌う人ね、言うたらばメッセージソングの達人山下さん、山下さん、私のイメージ山下さん。 YouTube の人気アップロード曲がアンチコメいっぱいでもめげずに歌ってる、メンタル強い人、イエイ山下さん、山下さん、私のイメージ山下さん。ずれてきた歌がずれてきたね、美穂ちゃんと言っていた山下さんの声ってカズーに似てるよねえ、そんなわけ、ブー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 、あ、ほんまやみたいなねっていうことで、ブー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 、山下さんお誕生日おめでとうございますっていうか弾けないというわけで、ね、このまだ修理に出してない三味線で曲を送らせていただきました。というか曲になってないけどもね。ね、ね、息子の大学の費用がね、また落ち着いたらすぐに三味線修理出して、来年の4月8日には何か弾きたいなって、まあ、この、まず弾けないレベルなんで、そっからなんですけどね。どうしよう。またこんな歌になったりしてということで、とりあえず締めますということで、山下さん今日からの1年素敵な日々にしてくださいね。いつも応援しています。ではでは、また桃の花でした。バイバイ。